えー、無料のビットコインです。最近ね、こちらの方が結構増えるペースが早くなってきました。もうすぐね、えー、0.00020になりますよね。早いでしょう、なんとなく。この前まで0.00017だったはずなんですけどね。はい、それでね、今回の作業なんですけども、このように今、宝くじの方は引きました。これが、まあ、一番早くて、1時間に1回できるビットコインが無料で増えるための作業なんですよね。で、その次なんですよ。 今すぐクリックしてお試しくださいっていうのが出てるんで、このホイールオブフォーチュンね、こちらの方をするわけですよ。クリックして。で、ここに1と入れて交換すると、あ、ちょっとできませんね。できないということでございます。で、その次はね、報酬ってやついきます。そうするとね、リワードポイントが25,490あるでしょ。で、これを使っていこうかなってところなんですよ。ホイールオブフォーチュンボーナスっていうのをクリックして、 まあ、二万何千ありますから、そうですね。これ行きましょうか。これできるかなあ、できないですね。下から二番目はあ、できました。ボーナス。はい。次。楽しいトークンボーナス行きます。これ、ここ行けるかなあ、あ、ダメか。じゃあ、ここはあ、行けましたね。下から二番目がまだ行けます。宝くじボーナス。下から三番目行けるかなダメですね。下から二番目は どういう基準でできるのか分かりませんけどもね。こうやってちょっとずつやってみるといいんじゃないかなと。あ、これダメか。で下から2番目ですかね、今。私に許されてるの。はい。下から2番目はなんかどうもいけるみたいです。ギフト券。あ、これは全然ルピーが足りないですね、私の場合は。これはあ、ダメか。はい。ということでね、またホーム画面戻りますけども、 こういうふうにアクティブボーナスが4つ同時に稼働している状態になります。こうすると増えるペースが早くなるんですよ。で、今回4つのボーナスを今ね、クリックしたんですけども、24時間有効なんで、えー、今日これから24時間は、このルーレットを回すと結構ボーナスが40でつきやすいってことになりますからね。いいでしょこれを見つけたんですよ、ついに。もう一回これクリックしてみますね。これはダメなのかなあ、ダメですね。はい。またこれ。 い押してみようかと思いいます。いつ行けるのかねよく分かんないんですよ、うん。まあでもこうやって手探りながら増えるペースがだんだん速くなってきたってことですね。はいやっぱりね続けていくと見えるものがあるってことですよね。はい、今回は以上です。